はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、また行、はい、ってまいりましたゲオのサマーセール第2回目ですね、まあ。今回も同じ店舗に行ってきてはいたんですが、まあ、いろんな方のね、あのゲオのサマーセール行ってきたよっていう動画を見たら、DS とかプレステ3とかプレステーション2とか、いろいろ見ておくべきまだソフトはたくさんあるなぁと思って、 はい、今回も行ってきました。じゃあ紹介したいと思います。まずは、まあこれは、ニンテンドースイッチの告知みたいなのに出てたんですけど、これ小冊子ですね。ニンテンドースイッチの小冊子。いろいろね、スイッチのゲームとかが載ってて、まああれですね、動物の森とか、スプラトゥーンとか、 いろいろ載ってるので、はい。フリーペーパーとかフリー冊子というか、はい。いただいてきました。えー、っと、じゃあ、1本目。はい。こちらは、えっと、サマーセール関係なしに買ってきました。はい。バイオハザード7ゴールドエディション2178円。こちらはですね、ちょっと久しぶりに、まあ、友達もやってて、はい。久しぶりにやりたくなってきました。 まゴールドエディションとノーマルのバイオハザード7が値段一緒だったっていうのはちょっと納得いかないんですがまあ本来はゴールドエディションの追加コンテンツはダウンロード版で持ってるのでノーマル版を買おうと思ったんですが値段が一緒なのでまゴールドエディションはい買ってきましたえお次はえこちらシタデル980円が半額になっております こちらのゲームは全くの未経験なんですが、なんかアクション RPG っぽいのと、まあまあ450円ぐらい、まあ500円ぐらいだったらありかなと思って、アプリの、はい、えっ、ー、と、広告にも出てたので、はい、ちょっと興味があったので買ってきました。はい、お次。はい、こちら。えー、Call of Duty World War Z。 こちら表示の方は1078円になっておりますが、サマーセールで980円になってたので、はい、半額のまあ450円、まあ、500円ぐらいになっております。まあ、こちらはね、ちょっと友達にプレゼントしようかなと思って、はい、買っていきました。はい、こちらも、まあこ、結構好きですね、僕は。はい、お次。はい。3DS の ファイナルファンタジーエクスプローラーズ。こちらも半額になっております。まあ、こちらはですね、まあ、アクション RPG 系で、まあ、オンラインでも遊べるので、まあ、3DS のオンラインはね、まだ遊べるのでちょっとやってみたいなと思ってはい買ってみました。はい、お次。こちらは DS のファイナルファンタジーエコーオブタイム。 こちらはまあ DS のゲームなので、オンラインはもう終了しちゃってるんですが、エクスプローラーズと似たような感じで、アクション RPG ですね。こちらは半額でまあ約240円なっております。こういうね、アクション RPG 系はかなり好きですね。はい、次は、ソフトのみですね。こちらは、ピクロス DS。 僕ね、こういうパズルゲーム系実は好きなんですよね。でピクロスも、まあ、ルールとか結構把握してるので、はい、買ってきました。こちらも200円ぐらいだったか200円ぐらいで半額で100円ちょっとだったような記憶があります。で、最後。はい、こちら。えーね、ーっと、ビータ。ビータのコープスパーティーブラッドドライブ。で、こちらの、えー、っと、 コープスパーティーは、まあ、いわゆる3、第3弾で、まあ、完結編になっております。え、コープスパーティーは、えっとですね、一番最初の、まあ、いわゆる、副題忘れたちゃ、忘れちゃったけど、コープスパーティーの1、クリアしてたので、はい、ビータ版、ちょっと買ってみたいなと思って買ってみたんですが、実はですね、えっと、ビータ版のトロフィー確認したら、 僕これ昔プレイしてクリアしてるんですよね。まあいわゆるホラーゲームなんですけど、だけどストーリー全くもう95%ぐらい忘れてるので、ちょっとやってみたいと思います。はい、こちらも半額になっております。えっ、ー、と、今回はこんな感じですね。えっ、ー、と、ただ、えっ、ー、と、バイオハザード7が1980円。えっ、ー、と、 いわゆる、白熊くんの防アイスっていう、約98円。今、約100円ですね。なっているので、全部で4566円。まあ、バイオハザードと白熊くんの2000円ぐらいを引いたとしても、まあ、2500円でこれを買えているのは、はい、美味しいんじゃないでしょうか。まあ、ポイントも、はい、加算されてますね。で、今回の、はい、ゲオの、 はい、サマーセール、行ってきたんですが、正直ね、まだ期間があるので、違う店舗、車で、まあ1時間以内のところには何店舗、3店舗、4店舗ぐらいあるので、ちょっとぐるぐる回ってきてね、ちょっとディグってみようかなと、はい、思います。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。